不時着したものと同じドイツ軍機 BF-108 メヘレン事件は第二次世界大戦勃発後、まやかし戦争中の1940年1月10日にベルギーで起きた事件。黄色作戦を遂行中であったドイツ軍機メッサーシミット BF-108 の一機がベルギーのリンブルフ・州マースメヘレンのブヘトに不時着した。着陸した場所がベネルクスであったためイギリス・フランス領当局に 危機感を与えたが、比較的早くに混乱は収束した。事件の現場この事件は、ミュンスター付近で、ローデンハイデ飛行場所属のエイリヒヘーンマンス予備少佐が犯した小さなミスが原因だった。1月10日朝、少佐は、メッサーシミット BF-108 タイフンを操縦していた。彼はその時ローデンハイデからケルンに向け飛行していたが、 広範囲に広がった霧の影響で視界が悪かった。彼はノームを避けるように航路を西へ変更し、ライン側に沿って、ケルニへ行くことを考えた。しかし、彼が航路を変更した時、凍った、ライン側に気がつかず、上空を通過、ベルギーとオランダの境を流れるマース川をライン側と思い込みそのままブヘトまで行ってしまった。しばらく飛行し続けたが、突如、エンジントラブルが発生した。 機体は停止し、11時30分頃彼は機体を不時、着せざるを得なくなった。両翼は着陸の衝撃的にぶつかり破損。エンジンは外れてしまい飛行機は修理できないほどの損害を被ったが、奇跡的に彼は無事だった。彼が平野に一人で不時着したならば、中立国以外に無許可で着陸したための抑留は別としても、それほど大きな問題にはならなかった。 しかしその時、彼の他にもう一人、ドイツの連絡将校である、ヘルムート・ラインベルガー少佐が登場していた。当時ドイツ軍は、ベルギーのナミュールに第一降下両兵士団を降下させる計画を立てており、ラインベルガーはその打ち合わせのために、ケルンへ向かっていた。本来なら、ラインベルガーは列車を利用してケルンまで行くはずであった。しかし彼は列車を乗り過ごしてしまい、急遽、 ケロにいる妻のもとへ洗濯物を運ぼうとしていたヘインマンスに便乗する形となった。この計画は1月17日に実行されるはずのものであった。ヘインマンスがベルギーやオランダに対する攻撃関連の文書の存在に気がついたのは不時着後のことだったので、その時はまだラインベルガーが文書を持っているとは知らなかった。不時着後、彼らは近くの農民にここは どこなのかを尋ねた。農民からの返答で二人がいる場所がベルギーである。ことを知ったラインベルガーは、彼の持ち運んでいた文書が、ベルギー政府へ漏洩することを恐れ、即座に飛行機に戻り文書の焼却を図った。彼は、持っていたライターで火をつけるも失敗したため、先ほどの農民を呼びつけ草むらでの焼却を手伝わせた。彼は再び文書に火をつけ焼却を図ったが、 不時着後ほどなくして駆けつけたベルギー軍と警察によって、ラインベルガーとヘインマンスは拘束され、文書は隠滅できないままベルギーの手に渡った。二人は、マースメヘレン付近のベルギー国境警備所へ連行された。彼らは焼け焦げた文書を机の上に置かれ尋問を受けた。ヘインマンスは、時間を稼ぐため、ベルギー兵に、ラインベルガーをトイレに行かせるよう申し出た。 わずかな時間が取れたラインベルガーは、近くにあったストーブに文書を押し込もうとした。ストーブの蓋を開けるとき、彼は手をやけどしたためその痛みから叫んだ。その声を聞き、驚いて戻ってきたベルギー軍の担当者によって、文書はストーブから取り出され、ラインベルガーらとは別の部屋に保管されることになった。計画がベルギーに知られることをひどく恐れた、ラインベルガーは、 戻ってきたベルギー兵から銃を奪い自殺を図ろうとした。激怒したベルギー兵に押し飛ばされたラインベルガーは泣き出し、私はあなたの銃で自殺したかった。と叫んだ。2時間後、ベルギー軍の情報部が到着し、午後遅くに文書は情報部の上官に渡った。1月10日の夕刻にドイツへこの事件の情報が入った。ドイツ国防軍最高司令部は ラインベルガーがベルギーなどへの攻撃文書を所持していたと断定したので、ドイツは大きな衝撃を受け、混乱に陥った。翌日、この事件に激怒したアドルフ・ヒトラー総統は、第二航空艦隊司令官、ヘルムート・フェルミー空軍大、デンハーグの在ドイツ空軍部官であるラルフ・ベニンガー、中将やブリュッセルの駐在部官、フリードリヒカール・ラーベフォン・パッペンハイム隊サラが 計画漏洩の影響を調査したが、結果として、計画はそのまま続行されることになった。12日には、アルフレート・ヨードル少将は、ベニンガー・パッペンハイムと共に、ラインベルガーとヘンマンスに、初めて面会し、計画がベルギーに漏洩したのではないかと、心配している旨を伝えた。その日のヨードルの日記には、計画の全貌がベルギーに渡っているなら、 破滅的だとヒトラーから言われたことが要約して記されていた。しかし、ドイツは口述するベルギーの偽装に騙され、計画漏洩の可能性は低いとして安心しきってしまった。ベルギー側はラインベル、この作戦は2段階で行われた。まず第一に、ベルギー側から彼に文書の中身について質問し、もしその質問に答えないなら、 ラインベルガーはスパイとして扱われることを通告したことである。ラインベルガーは後にこの時質問したベルギーの担当者が焼けた文書の断片しか持っていなかったため彼らは内容を何も理解することができなかったと思った。と語っている。第2にラインベルガー並びにヘイエンマンスの二人をベニンガーとパッペンハイムに面会させることである。ラインベルガーは ベルギー側の思惑通り、ベニンガーラに文書は判別できないほど焼却できた旨を伝えた。中ベルギードイツ大使であるビッコフォン、ビューロー主版手は、上司に手のひらサイズの断片は残ったものの、ラインベルガー少佐が文書をほぼ焼却したことを確認した。と電報を打った。ヨードルもこのことを信じ込んだ。1月13日の彼の日記には、 不時着した二人の将兵とぶカンの会話の報告。結果、文書は焼却された。と記されている。1月10日、ベルギー側は文書の確実性を疑っていた。文書は即座にブリュッセルで翻訳された。文書はラインベルガーによって燃やされていたため判読が難しい箇所もあったが、ベルギーやオランダに対する攻撃の概略は残った部分から明白だった。しかし、 攻撃の日付までは言及されていなかった。また、残った文書の大部分が第七航空師団に関することであった。文書の信頼性に疑念を持っていたベルギーだが、イタリアのガレアッツォチャーノから、ドイツ軍が1月15日付近にベルギーを攻撃するかもしれないと警告を受けたため、ラウル・ファン・オーフェル・ストラーテン将軍は1月11日に、文書の内容は基本的に信頼できるとした。 その日の午後、ベルギー国王レオポルド三世はこのことを国防大臣のアンリドニ将軍やフランス総司令官、モーリス・ガムラン大将などに伝えることとした。イギリス海外派遣軍からもドイツに対する警告を受けた。レオポルドは個人的にオランダ日、ユリアナやルクセンブルク大公シャルロットへ電話をし、気をつけてください。天候が危険です。また、風に注意してください。 と伝えた。あらかじめ決められていた、この言葉は、ドイツ軍の攻撃が差し迫っていることを表す、ものだった。1月12日の朝、ガムランは、軍事情報担当のルイ・リベ大佐と、軍事機関らで会議を開いた。リベは、ベルギーからの情報に会議的だった。しかし、ガムランは、たとえそれが誤情報であったとしても、フランス軍のベルギー進駐のきっかけになる良い機会だと、考えていた。 ガムランは1941年にネーデルラントでドイツ軍に対し決定的な攻撃をする予定であったが中立であるベルギーが障害になっていた。そのためこの機会にベルギーへ進軍しフランスやイギリス側へ味方につけてしまえば今後の計画がすんなり行く。またもし本当にドイツ軍が攻めてきたとしてもそれより前に ベルギーへ進軍し地盤を築いておくことは本当に望ましいことだった。ガムランはこの機を逃さぬため即座に軍に対しベルギーへ進軍するよう命じた。オランダ女王ミルヘルミナ及びオランダ政府はベルギーからの情報に驚いていたが、オランダ最高司令官イザーク・レインダースはこの情報に回帰的だった。1月12日、ハーグでオランダ側は オーフェルストラーテンのメモを渡されたが、その時、オランダ側は、あなたはこの内容を信じるだろうか、我々は信頼できない。と、ベルギー側に返答している。オランダ側は、ドイツ軍の計画の情報元を知らされておらず、ベルギー側は、この計画には、ドイツ軍によるオランダの部分的占領が含まれている、ことを伝えなかった。中立を保っていたベルギー政府だったが、この事件を機に、 ドイツからの攻撃に備えるようになる。対してドイツは、この事件で、ベルギー・オランダへの進行計画を再考し、エーリッヒ・ホン・マンシュタイン中将によって立案された、マンシュタイン計画に引き継がれることになる。シーバグ、モンテフィオーレ、ヒュー・ダンケルク、ファイト・ツー・ザ・ラストマン、ロンドン。 バイキング ,ISBN0-670910821 都ワンノーズフォーシュアホワイザプレインスタウルドバッドアイソレーティングエーフュエルタイクシームズ2ビーザモーストライクリーリーズンアコーディングツーラウールヘイートデターマイコートエスレポートウィッチワズハンデッドツーベルジャンゼネラルファンオーバーストリートンオン31ジャニュアリー1940アンダーザヘディングザコーズオブザランディング オンピアニシモ、5から7オブザでターマイコートレポートヒーカンファームズ、ザットノーバレッツハドヒットザプレーン、アンドザットザアワズノーエビデンスザットペトロールハド、リークトアウトオブザフュエルタンクスザアワズ、エーサブスタンシャルアマウントオブフュエルインザタンクスウェンザ、プレーンワズクサミンドアフターザクラッシュ、デターマイコートステイテッド、ザットザモーストライクリーリーズンザットザプレーンハド、 stouled was that whole man's had inadvertently moved the label that controlled the flow of petrol to the engine if the label was moved was the termical to suggested the petrol in the type suit have been isolated from the engine this suit have resulted in the engine stopping suddenly as whole man's reported hot AB line burger helmute measure line burger S statement, from the hajah papers, abrfred yoder, s diary, hat report of 12 January 1940, conversation, cdh, over straton file, 13 January 1940 telegram, sent at 4.240am from Brussels, in cdh, file, a farday, c111, the documents stated, ダネベニストビブシクティグット、ミットテイクラフトンデンホロンディスケンラウムミットオースノム、デアフェン、ホラントインベシッツズネイマン、メコレン、ジシャンホル、イン、エンツクラピリデナッツオヨナルズツヤリスムース、クレットコッタ、シュトゥットガルト 1997S580。ありがとうございます。